ヴィクトリアは日本の競争馬。2019年フローラステークスの勝ち馬である。母は集荷賞馬、ブラックエンブレム、兄には札幌にサイステークスを買ったブライトエンブレムがいる両血馬。シルクレーシングで一口5万6千円の総0百口で募集され、母やその子供たちも管理している小島主芸有機厩舎へと入厩する。 デビュー戦は7月の函館芝1800メートル戦。岩田康成とのコンビで一番人気に、支持されると逃げの手を打ち後続を寄せ付けないまま三橋につけて、解消。レコードとなった。その後兄も勝利している。札幌二歳ステークスへ挑戦。前走の岩田が、束に起乗するため、田辺博信と新コンビを組んだが、前走とは異なる戦法でレースを進めたが、 直線で一杯になり七着に敗れた。赤松賞も五着に敗れ休養となった。三歳初戦は中山芝千八百メートルの五百万下、クリストフルメールを起用した。ここは新馬戦以来の逃げの策を取り、後続を寄せ付けず解消。二勝目を挙げた。大賀賞路線には向かわず、オークスへの切符をつかむためにフローラステークスへ出走。安城には、戸崎慶太が選ばれた。 一番人気には、未勝利戦を勝ったばかりの一戦一勝馬、セラピアが押される混戦ムードの中本馬は三番人気となる。しかし、スタート直後に出遅れたものの、安状の戸崎は慌てずに折り合いに専念。後方待機でレースを進め、直線では上がり、最速となる33秒2の切れ味を発揮。最内から抜け出してきたシャドーディーバを、外から、花さでかわし、 重賞初制覇を成し遂げた。また、安城の戸崎にとって、この勝利が JRA 重賞通算50勝目となった。大賀賞馬不在の中根戦模様となった、優秀品馬では6番人気となり、道中広報グループから直線では勝ち馬に次ぐ上がり3回34秒、6の末足で追い込んでくるも4着止まりだった。 前年の阪神 JF を買ったダノンファンタジーに次ぐ2番人気に押されたローズステークスでは中段追走から早めに進出し直線入り口では先頭集団に並びかけたが先頭に抜け出すまでは至らず3着に敗れたその後は週科賞を目指して調整がなされていたが9月19日に一体高検査で左前詞につなぎ人体炎を発症していたことが判明 集荷賞を断念することが、所属先のシルクホースクラブのホームページで発表された。復帰に1年以上を要する故障だったため、関係者と協議した結果、現役を引退することが決まり、10月3日に競争場登録を抹消した。本場を管理した小島町教師は、次はお母さんとして次のステージで頑張ってほしい。感謝しかないですね。 その子供たちにも期待したいですね。と語った。引退後は、ノーザンファームで、繁殖品馬となっている。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。ありがとうございます。